レッドアートバリューコンポーネントの渡辺と申します。今日はよくお越しいただきました。いつもありがとうございます。では早速ですけれども、私どもの会社のですね、項目を考慮させていただきます。最初に簡単にですね、我が原の会社の概要とですね、遠隔をご説明します。その後で何をやっている会社なのかということの説明と、我々がその業界の中でどういう強みを持っているのかという特徴をですね、かいつまんでお話しして、その後結果の報告をですね、いたしたいと思います。私ども現在公表しているデータはですね、私ども1、12月が決算期です、ね、最新の雇用データはこの6月の6ヶ月の成績まで現在発表しております。で、いつも同じなんですけども、本社が横須賀ということで、まあ、業界のちょっと珍しい会社になります。何度も繰り返しますけども、なんで横須賀だということなんですけども、創業者の私がまだ横須賀に住んでいるというのが大きな理由になっております。で、現在主な拠点は東京の蒲田の方に、大方の社員がいまして、そこに営業とそれから技術の人たちがいます。社員の8割方はそちらに勤務しております。大阪は小さな営業の座席があるだけです。遠隔はこう25年も経ってますので、いろいろお話しすると思い出話を含めてですね、いろいろ面白い話があるんですけども、これやってると時間が足りなくなりますので、かいつまんでこれだけお伝えいたしますとですね、2000年の4月に会社設立いたしまして、その頃は上場までの間、2000年の、皆さんご存知のようにインターネットなんて言葉がですね、出てきました2000年の半ば頃なんですよね。で、それ以前はまだインターネットというのは商業化されてなくてですね、UUネットなんて言って、世界中で大学がですね、ボランティアでそれぞれつないでネットをやってたんですよね。で、あそこには中に一つありますけど、アスキーという会社から設立してすぐに出資を受けたんですけども、今アスキー、ご存知の会社、ご年配の方々はご存知かと思いますけど、もう勢いないんで、かつての栄光はもうないんですけど、当時は、アスキーの西和彦とですね、ソフトバンクの孫正義がですね、総敵で圧倒的に西の方が人気があったんですけど、今は西さんほとんど名前聞かなくなりまして、孫さんはしょっちゅうマスコミにですね、よく騒がれますけども、その当時は勢いのあったアスキーさんが我々に出資いただいたんですけども、実はアスキーさん、その頃景気がよくってですね、UUネットの、バックボーンのネットワークを無料で大学に提供してらっしゃったんですよね。だからネットワークやるのに皆さん常時接続ってご存知ですけど、必ずいつもつながっている状態を、今当たり前と思ってますけども、昔はモデムでですね、 P5P5 って電話してですね、モデムでこうセッションつなぎに行って、それから通信始めたんですね。今はもうそんなことしなくたってね、Google プチッとしたらつながっちゃいますから何のことないんですけども、当初はそういうことで回線が非常に遅い時代で、不便な時代だったんですけども、その頃にもアスキーさんがですね、日米間の国際専用管制をですね、自分たちの会社で払って、あれ当時月額400万ぐらいだったと思うんですけども、年間だから5000万ぐらいですか、無料で大学に開放してまして、で主な大学というと東京大学とか慶応大学とかですね、そういうところが拠点になって、全国の大学のネットワーク、それが一部のメーカーさんですね、先進的なメーカーさんが世界でつないでた。だからその頃から我々ネットワーク、いわゆるインターネットが出現する以前のですね、ボランティアの成果でやっていったというのが我々の特徴の一つなんですよね。だから当時面白かったのは、僕が例えばアメリカのニューヨークかどっかにメールを送るんですよね。今の昔のメールはこの真っ暗な画面にこうコテコテコテテキストで詰めるだったんですけども、で、だって返事が来るのは2日3日かかったんですよ、そのメールが来るのね。で、面白いのは返事が来るとどこを通ってきたか全部見えるんですよね。あ、ニューヨークからなんかワシントンの政府官に入って、あ、アップルの本社のなんかいくつかのサーバーを通り越してですね、あ、ここからなんかテキサスインストルメントのところに通ってたってぐっと見えるんですよね。だから来ると楽しかったですね。このパケットが一体どこから飛んできたかずーっと見えたんです。今も今見ようとも見れますけど、もうほとんど意識されずに一体どこから
あの飛んできてるのが全然わからなくてみんな見てらっしゃると思うんですけど、スタートアップの頃は全部見えたんです。ただびっくりしましたよね。普通あのファックスとか、それからまあテレックスもあまり使われてなかったんですけど、あのネットにあって、まあ、早いと24時間ぐらいで返事が来るんですけど、うわもう返事が来たわなんて驚いてたんですよ。今そんなこと怒られますよね。メール打ったらもう数時間とか、できたら数分以内に返事が来ますけど、地球の裏側からですよね。で当時はそんなふうにあの画期的なことだと僕らは思ってたんですけど、まあ、その頃はちょうど我々がネットワークの授業を始めた頃なんですよね。中止受けたのが2001年ですので、でしばらくしてあの2000年の前半ですよね。あのいわゆるインターネットの接続サービスがあの、まあ、各国、特に日本はそうですけど、まあ、ビジネスとして認めようということで、総務省の方からあの案が出まして、商用化が始まったと。 ISP インターネット接続サービスですね。これを ISP というビジネスなんですけど、今でもあります。もう ISP の代表的な会社は日本でいうと皆さんご存知の IIJ さんが典型的なあのインターネットサービスプロバイダーだったのね。インターネット接続サービス会社、まあ、少し今変容してますけど、そんなわけで2005年頃からようやくインターネットという言葉が出てきて、まだでもその頃でも銀行さんから渡辺さんとも何してるんですかって、あのネットワークやってるんです、あ引っ越し屋さんですかとかですね中にはですね、なんかソフト屋さんですかとかですね、なんかあのハード売ってらっしゃるからなんか輸入して輸入商社ですかと言われるんですけど、なんか説明が難しかったんですけども、今あの銀行の店長さんもですね、あの若い方増えてきまして、あのアドレスという言葉も分かりますしね、それからあの ISP という言葉も分かっていただきますし、それからセキュリティという言葉も分かりますしね、もう昔とやや違うんですけども、当初はあの会社の説明するのが大変でしたし、今右におります寺田君も2000年のあなたの何年じゃないの、96年に入ってきて、彼もあの大学院でですね、うち入ってきたんですけども、まああの一流の大学院なんですけど、まあ、お父さんも学校の先生してらっしゃって、お父さんから見たらなんでそんな変なところに入るんだって言って散々っぱら言われて、多分彼もです家族に説明できなかったと思います何やってる会社が。でもう一人役員がいますけども、彼もですね青森出身なんですけども、あの実家に帰るためにお前何やってんだって、まあ、親戚行くぞから聞かれるわけですよね。でネットワークやってんだって言っても説明に聞いてるわけですよね。何回説明しても誰も分かってくれないというような事態がずっと続きました。で2000年の中頃になってようやくあの説明するのが優しくなりまして、で2015年にあの上場しましたの で寺田君もやっと家族に対して、もうお父さんに対してね、ざまあ見ろとこういう感じで来てたんだから、2015年もあるからです。でそうなんですね。あの彼らにしてみたらあの、まあ、新しい会社に入ったんですけど、なかなかあの友人とかあの家族に対してその説明ができない、なんか地域の横須賀に本社があるなんかわけのわからん会社にわざわざ大学に出て、なんでそんなとこ行くんだとかですね、せっかく理科系のまあまあの学校出てるのに、なんでそんなとこ就職するんだというのが言われた連中が今うちの中堅幹部になります。もう入社してあの随分になりますといったところが、まあ、あのかいつまんだところですけども、あの2015年にあのようやくですね、あのマザーズに上場したんですけども、その後やっぱりあのかなりあのその後その以前は業績が伸びておりましたので、その業績のあのベクトルをですね維持しようとして、2005年以降ですね、数年間その頃はあのいわゆるバブルが弾けて真っ暗な時代だったんですね。銀行を含めて金融機関ボロボロでしたね、みんなね。その時に逆張りでこういう時こそチャンスだと思ってバンバン投資したんですよね。それがことごとく外れましてですね、やっぱりダメで、でようやくですね2009年のリーマンショックがそれはそこだったんです。そこで業績が一気にあのいろんなことを整理いたしまして、ものすごい赤字作っちゃいました。で2011年からようやくですね正常の状態に戻りまして、でそれ2011年ずっとコンスタントに利益出しておりまして、で過去の整理もほぼ去年ぐらいで肩がつきましてですね、ようやくあの真っ当な形になってきて、まあちょっとインサイダーなのかな、まずいのかな、あの非常にキャッシュもですね、リッチになってきまして、でもなんかどっかの評論家によると、世の中みんなその、BS 不況っていうね、リチャード・フーなんかが言ってますけど、バランスシート不況なんて皆さん聞いてらっしゃると思いますけど、各企業とも皆さんも偉い目にあったもんですから、もうバランスシートを
極めて重要視すると。したがって儲かったからは配当もせず投資もせず全部留保に回してですね、バランスシートのその、改善に邁進したんですね。まあ、それでバブルが長引いちゃって、バブルの崩壊後ですね、暗い何年間ずっと続いたのもそのせいですし、まあ、ここに来て阿波さん一人ですね、企業がその留保に回すのはけしからんとかですね、バランスシートの改善なんかないつまでやってんだということで、もっと配当しろとかですね、もっと賃金上げろとかってガンガン政府から圧力をかけられてですね、ようやく一流企業さんも内部留保とですね、バランスシートの改善だけでなしに、いわゆる投資、それから配当、それから賃金の上昇というふうに政府の方針に従ってですね、ようやく昨年ぐらいから皆さん腰を上げ出してですね、今に至ってるわけですけども、私もそれからちょっと遅れてますねまだバランスシートがですね完全に改善してない、もうあと1点だけどうしても改善したいところがあるんで、そこまで改善するまではまだあまり思い切ったですね投資とかいうのはまだちょっともうちょっと待とうかなというところですね。これがまあ過去の円高です。で一体何やってる会社なのかということは、まあ皆さんここにパソコンとですねタブレットとスマホと3つ並んでますよね。我々はこのパソコンとタブレットとスマホ、これが主なネットワークへの通信手段ですね。これ皆さんもお使いのやつですね。でそこと右側にサーバーって書いてますけど、これらの端末とサーバーをつなぐ間には、先ほどちらっと言いましたけど、あっちこっち通ってやっと届くんですよね。地球の裏側にもですね、ポップ数で言ったら20とか30、例えば隣の町のサーバーに入って、そのサーバーがなんか東京のどっかに入って、それがどっかアラスカに行って、それからなんかデンバーに飛んで、それからなんかサンフランシスコに飛んで、でサンディエゴに行ってって、ずっとつながるんですけども、その間、いろんな機械がずっとそのパケットのですね、やり取りに貢献しているんですよね。そのパケットのやり取りに貢献している部分のインフラを作るのが、まあ、それに関連した製品を、それにサービスを提供するのが我々のビジネスです。だから皆さんから何も見えないところなんですよね。皆さんから見えるのはこの3つの通信手段と、その画面に現れるサーバーのから送られてきた画面で見るだけなんです。その代わりにいろんなパケットのやり取りが行われているんですよね。だからそれを我々パケットの流れを作るのは我々の仕事なんですよね。で下から2つ目にストレージって書いてますけど、もう皆さん昔みたいに写真印画して今もらってもほとんど誰もアルバム整理してしまわないですよね。ほとんどの人はデジタル画面を回ってですね、ただの Google のところで上げたりですね、Apple でちょこっとお金払ったらね、もうほとんど一生分のスペースもらえますので、そこで写真バン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 掘り上げていくというだけだとなってますけど、それはサーバーから命令されて、サーバーにそういう箱が用意してます。皆さんのデータがここに溜まっていくんですね。だから過去のメールだとか過去の写真だとか履歴が全部あそこのサーバーのところに溜まってます。で一番だから大きな要素は、皆さんから見るとこの3つの通信端末とターゲットになるサーバー、それからそれを蓄積するデータというのが3つの大きな要素でして、で実を言えば我々はこのタブレットとかそのパソコンは一切売っておりません。全然関係のない世界です。我々あくまでその皆さんから目に見えない、昔言えばちょうど NTT の電話局って皆さん覚えてらっしゃいますか。最近もだんだん減ってますので分かりにくい、だいたい町の一等地にですね、窓の少ない暗いビルが NTT ありましたよね。で中入った人はほとんどいないと思うんですけど、中に入ってたのは昔は交換機が入ってたんですよね。その昔はたくさんの女性がいて、その機械の代わりに人が交換女子が交換機はいはい分かりましたとかさかっとつないでたんですね。あれがこうデジタルになって自動化されて、でそれもっとちっちゃくなってますので、まあ、ビルの中にはですね、もうモニクロの柄みたいに機械がほとんどないんですよね。でも今でも大体大都市のそれか市町村行っても一番にいいところに NTT のビルが必ずありますよね。全国津々浦々が大したもんですけども、ビルは頑丈でしてね、床荷重はもうとんでもない床荷重でですね、下手したらブルドーザーで乗り付けても壊れないビルなんですよね。で階段もですね、普通の階段じゃないんですよ。小学校の階段幅広いですよね。あんな階段が中付けてあるんです。だからね、地震が起きたらですね、一番最初に逃げ込むのは多分ね、NTT のね、
交換局に取り込むとね、ビルは最後まで潰れませんね、あそこは。まあ、大体交換庁の市役所とかですね、もう立派に壁厚くですね、柱も太くお作りになりますけども、まあ、最終的な避難場所ですので、まあ、それと同等のですね、設備を持っているのは、NTT の電話局というかですね、あそこいいんですよね。で今、それに総合するのは何かというと、今、我々ですからデータセンターって言います。データセンターには、我らが売ってる機械、我らがサービスする対象がですね、ドカッと入ってまして、でこの辺ですとですね、あそこの大手町に行くと、一番の一等地にですね、暗いビルがありましてね、窓がほとんどないんですよね。なんでこんな一等地のこんなすごいところに、こんな汚いね、暗い窓のないビルがある。あれってでもデータセンターです。で、すぐそこに KDDI の大きなビルがありますけど、あの辺もよく見ていただきますと、暗いビルなんですよね。あれが日本の中枢なんですよ、あの KDDI のビルが。インターネットの最大の日本のポイントは、あそこの KDDI ビルなんです。あの大手町が一番安全な地域なんですね。地震、災害、でいろんな、ね、被害があっても、大手町の、まあ、困りますよ、大手町が起こしたらね、霞が関も近いですから、電力もたっぷり来てます。水もたっぷりです。だから逃げるんなら、大手町に逃げてきたら間違いなく助かりますね。一番安全なところです。あの日本 の, あの通信の中枢が一番集まっているのは千代田区ですね。まあ、そんなことで我々がやっているのは、そのあの皆さんが見えないそのデータセンターというところに収められている機器が我々の主に売っている製品です。で、過去ですね、統計的に分かるように、あの売上の中身をですね、2つの区分に分けてずっと説明してまいりました。この説明を過去も10年以上続けてるわけです。もうそろそろ書いた方がいいかなと思っているんですけども、過去と立貫性が取れないんで、あえてそのまま踏襲してますけども、ネットワークソリューション事業と、それがネットワークサービス事業と区分しています。でネットワークサービス、ソリューション事業というのは端的に言うと物販販売です。物というのはハードウェアだとかコンピューターというのもね、それともう一つはソフトウェアですね、これを販売しております。で、わけのわからない製品ですので、売りっぱなしができない製品ばっかなんですよね。で、使い方も結構難しい。おまけに、あんま大きな方にまだ結構ね、壊れるんですよ。実はソフトウェアのバグがですね、しょっちゅう出ます。これは仕方ないんですよね。バグを出て当たり前だとは言わないですけど、ネットワークが過激なスピードでこう成長していきますので、この拡大するたんびにですね、何かトラブルが必ず発生してくるんですよね。まあ、これはもう、つきものなんですけど、逆に、そういうトラブルを修復したり、それからきちんとしたオペレーションができるように皆様方に伝え方をお教えしたりですね、そういったことが下のサービス事業と呼ばれているわけです。で、我々は手離れの悪い製品ってますので、その手離れの悪さのところまで逆に我々の重要な収入源になっています。で、皆さん例えば1個ですね、1万円とか2万円のですね、安いものを買ってきたら、わざわざ保守契約なんか結ばないですよね、年間。だってわざわざ1万円で買ったものに保守料年間3000円払えたら払わないですよね。なくなったら捨ててまた新しいの買えばいいじゃないですか。それ我々の売線結構高いんですよ、何百万とかしますから。だからそれの3割4割はですね、毎年お金いただくんですよね。だから出荷すると大体5年間ぐらいそれが楽しめるという。まあ例えば悪いですけども、多分事業所なんかでお仕事された方はコピー機ってほとんどタダですよ ね。あれ紙代でみんな稼いでるんですけども、だんだんそれに近くなってくるんです。だから初期費用はダンピングしてもですね、後から入ってくるサービス料はやっぱ大きいんで、そちらが儲かりますので、我々の仕事も下の方にどんどん比重が移っていってます。で、業界の中で行くのに生きていくのに我々の特徴は一体何かということなんですけども、まあ、ここにどこでも誰もが言ってる当たり前の事故が並んでます。一つは利益記録がありますよとかですね、製品の品取れがいいですよとかですね、技術力がありますよとかね、それからまあお客様いいですよとかいうようなことを言うんですけど、大体利益記録なんてどこの会社も必ず皆さんおっしゃるんですよね。うちは利益記録がいいんだと言うんですけども、じゃあエビデンス示してみろというのはなかなか大事なんですね、証明ね。我々は証明できるんですよね。これちっちゃいで書いてますけど、我々が過去やってきた会社です。ほとんどがですね、我々が
こういう会社の製品とかサービスを取り上げるときはほとんど無名の企業です。スタートアップして数年以内の企業ばっかりですね。それがほとんどここに書いてますけども、 IPO とかそれから買収されたりしてエグジットしてるんですよね。でここに一つ書き分けられてる会社があるんですけど、本当に潰れてなくなったっていうのは実は我々一社だけです。ものすごいいい会社があったんですけども、その会社もバンクラプトして本当に完全になくなりましたね。でアメリカの場合はですね、スタートアップバンバン立ち上がってバンバンなくなっていくんですけど、なくなるといってバンクラプトして要するに倒産して消滅して、その弁護士が入ってですね、管財人で債権分配すると、資産を分配するというようなところまで至るケースはあまりないですね。アメリカの場合はほとんど買収される、まあ、そこら辺のその循環の仕方がまあうまいと言いますかね、まあ、その辺がその日本と違うところで、日本なんかこう潰れるともう銀行さんから責められて、なんか管財人が来て裁判所に呼ばれて、で僕の友達もですね、友人も1990年の前半に何かと会社入りましたけど、まあ日本でちっちゃな会社が倒産するとダメになると本当に惨めですね。もう行く先はですね、もうこの世じゃないですね。大体明け方の2時3時に首吊ってます。かわいそうに若いのにね。例えば今日野村の方もいいですけど、野村の若い方がスピードアウトして始められた会社があったんで、僕もそこ出資して応援してました。でも首吊る2日前のうち来て、なんかえらいから元気やるんだな、おかしいなと思ったら2日後には首吊ってましたね。お金なくなっちゃって、まあ本当日本では行方不明になったりですね、なんかそういう事件が会社がなくなる時多いんですが、アメリカっていうのはそれがないんですよね。明るいんですよね。だから本当にそこまで極端まで行くケースは本当まれなんですけども、まあその一つには僕は当たりました。もう25年間たって1社ですからね、驚くべきことですよね。あとはみんなエグジットしてます。まあ、これをこれだけの一番右側にある黒い字で書いてある、また現在我々がやっている製品、あれほとんどスタートアップですね。伸びフローもまだできて2年ですし、ヌンタンツはまだできて、まあ、4年目かな、多分今年 IPO すると思うんですけど、でセーブルも今一生懸命お金集めてますし、再生はいろんなお客さんがついてきてます。それからスレッドストップは何やってる会社だったら後でちょっと説明しますけども、これはやっぱりサンディエゴの会社ですけども、まだできて会社のオペレーションを始めてまだ2、3年ですよね。まあ、そういう会社があのうちいくつかは必ずもうヌータニクスは IPO 決まってますし、でニクスはまだファミリーカンパニーのままなんで、創業者のインド人でちょっと変わってて、まあ、IPO する気ないんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、いずれにしても我々が取り上げる会社っていうのはこんなふうに証拠としてお示しできることをどれもこれもですね IPO します。で何が面白いかというと、NVC がちっちゃな会社見つけてきて契約するといずれメジャーな会社になるというふうに業界では思っている人が結構いますんですね。我々がやりだすとですね、しばらくウォッチしてしばらく後から契約してやるというケースが多いですね。だから最近はそういう厚かましい連中を追い出すためにですね、もう最初から独占契約にしようって頑張っているんですよね。もうせっかくマーケットが立ち上がってきてこれからいよいよ儲かるという時に、やっぱ大きなお金と大きな人でですね、ドーンと来られると一気にシェア取られちゃうんですよね。だからそれは良くないなと。少なくともやっぱ何年間かは独占販売権にくれっていう交渉を今必ずするようにしています。これが先ほど言った目利きで集めてきた製品群で、ポートフォリオと言ってますけども、でこれ見てもさっぱりわからないと思います。セキュリティ管理の製品が多いということと、でもバズワードというか流行り言葉ですけども、モバイル系だとか、それからクラウド系。クラウドというと皆さんパッと何を思いつかれるか分かりませんけど、僕らだとクラウドというとアマゾンという感じなんですね。今ね、なんとなく AWS って言いますけども、さっきストレージって言いましたけど、アマゾンさん AWS というのはバカでかいストレージをですね、全世界のために用意してるんですよね。ですからもう簡単にストレージ容量がもらえるというので、なんかあれが最も典型的なクラウドですね。あとはいろんなクラウドのサービスがありますけども、まあ、大体 Twitter にしても、それから Salesforce.com とかですね、いろんなものがほとんど Amazon 上で今動いております。で
さっきの繰り返しにちょっとなってすいません。これはの皆さんのスライドに入ってません。ちょっと差し障りがあるのかなと思って遠慮して入れてないんですけど、あの有名なあのこの業界というか調査会社ガートナーという一流調査会社があります。世界的な一流調査会社ですね。ここがあのかなりの頻度であるいはスタートアップを評価するんですよね。であの右のに4つの4証言のグラフがありますけど、あの右の上は一番素晴らしいんですよね。で右に行けば行くほどアイデアがユニークで、あの素晴らしいコンセプトを持った製品だと。ところが日本のベンチャーはその種のものがいっぱいあるんですよね。縦軸が全然違う。縦軸はですね、あの英語で言うとアビリティトゥエグゼキュートと書いてある。これエグゼキューションの能力、それを実体としてビジネスに持っていく力、どれぐらいあるのか。販路を広げ、マーケティングをやり、ブランディングをやり、それからサポート体制を作り、それからリファレンスサイトをどんどん作って、リファレンスサイトの有名顧客をどんどん落としていくという、それ大変なお金かかるんですよね。実は開発にかける金が、まあ、1億だったら縦にかける金はですね、多分10億かかりますね。もうそれぐらい重たい仕事になっています。だから新しいものを作るのは割と簡単なんですよね。デジタルというのはコロコロ変わりますからね、最近は。だから技術だけでは会社大きくならないということで、ガートナーは縦軸を重要視しているんですけども、我々の 赤のところが我々が現在代理店やってるところですね。だいたいあんなふうにあの右側の上に来ます。アイデアが素晴らしく、しかも経営者が素晴らしいという会社なんですね。で左下がですね、アイデアは陳腐だし、あのマーケティングもダメね、営業もダメね、社長もダメだって、 CFO もダメだねって会社の左下に来るんですけども、あれが我々いくつかやってるとあそこになります。であれから我々は右の方に持っていこうぜ、彼らと一緒に働くんですけども、人間は少なくとも来るとですね、あとはお金を集めて、大体のアメリカの、まあ時々話すんでみんなびっくりされるんですけど、アメリカの技術者たちはですね、いいアイデアを思いついてちょっとしてあの形になるとですね、お金ボンと集めるんですよ。まあ集め方もうまいんですけど、この間もある会社のスタートアップで、まあ、古い知り合いが来て食事したんですけど、あれは金集めたね今度って、30ミリも集まって何やるんだよって、渡辺決まってるじゃないかって、 CEO 雇うんだよって、創業者が必ず社長を雇うんですよね。で日本の場合はエンジニアが自分で会社作ると、自分がずっと社長やり続けるんですよね。アメリカの場合はね、お金集めると決まってるじゃん、 CEO 雇うに決まってるじゃんお前って、一番高いやつ捕まなきゃダメなんだよってあれ昔は CEO とタダじゃなかった、昔は CEO タダだったんですよ。あの1ドルでよかった、年俸ストックオプション上げておくとそれで働くんですよね。ところが今最新の CEO はね、紙起こせって言うなってね、全部時代変わったなと思うんですけど、まあそれやっぱ20万ドルとか30万ドル要求しますね。それプラスストックオプション、まあ日本円で言うと2000万とか3000万という感覚ですけど、プラスストックオプションですね。それでがむしゃらに働く、まあそういう CEO とか売れっ子でしてね、そういう CEO はもう2回も3回も4回も CEO の IPO やってるんですよね。で皆さん大体奥さんが3人目か4人目ですよね。もう気の毒に一番最初の IPO の時は多分奥さんは多分数百億円もらって離婚してると思う。数百億円もらったらね、いつでも離婚しますよねそういうアレンジで。だから2人目の奥さんはあのそれ以降稼いだから半分ですから、そんなにたくさんもらえない。一番最初の奥さんが一番、まあ、一番最初苦労した方ですのでね、まあ、構わないと思いますけど、まあ、大体似たようなあの人種がやってます。で我々はそういう連中とまあ人脈的につながっていくというか、まあ、楽しいんですよね。バカたちばっかなんで、まあ、あのカーボーイというか、まあ、あのなんかインテリジェント風に振る舞ってはいますけどね、非常にこうあの楽しい連中ですね。まあ、で忙しいんでなかなかあの目会う機会ないんですけども、まあ、たまに会うと意気投合してあのお酒飲んでますけど、だからもう一つです、我々やってる製品の核になってる製品でファイアイという製品があります。これはよくマスコミにも騒がれてますので、 NHK の方も取り上げてましたけど、あのいわゆるサイバー対策、サイバー攻撃に対して一番有効だと言われてる製品で、これもアメリカで IPO したのが確か去年かな。売上がね、確かね、僕はっきり覚えてたの、売り上げがまだね100億いってないときに赤字が200億だったんですよ。それで IPO したんですよ。で企業価値がねその当時なんかもう数千億円ありました。そういう変な会社ですまあサイバー攻撃ですから、まあサイバー関連の株はねアメリカもむちゃくちゃでして、
今日ここにお持ちなんか、例えばあまり皆さん名前をお聞きにならないパランティアっていうです、ね、ワシントンにある場所があるんですけど、そこはですね、やっぱサイバー攻撃を防ぐ、まあ、アメリカ最大の拠点といっていい民間会社なんですけども、彼らはお金はもうふんだんに集まるし、日本でもそこに仕事を頼んでる会社がもう4社ぐらい出てるって噂なんですけども、まあ、そこの企業価値は IPO 前ですけども、もうすでに35兆円ってわけとかですね。でも IPO できないですよね、あまりにもお金がですね、もともとのお金が CIA とか FBI とかですね、やばいとこばっかりお金もらってますよね。でそれであと民間がどんどんお金出すと、あら IPO ならないですよね、いくら35兆円のもんですね。もう35兆円もお金集まったら IPO する人ありませんし、ね、もう使い切れないですから、まあその分野の製品です。まあ FIREも同じようにですね、そういう爆発的な勢いでですね、上場した会社ですね。それを我々は全員判断しております。でここからはまた皆さんのお手元の資料に戻りますけれども、技術力があるというふうによく我々言いますけど、悪く言うとですね、逃げるのが下手だという表現をしてるんですけども、もともと難しい製品なんで買う方もですね、心して買ってほしいんですけど、結構高いからきっと家に使えないと思って買うんですけど、ちょうど最先端の製品ってのはオートバイでいうとハーレー・ダビッドソンみたいなことですね、格好はいいしよく走るんですけどね、よく壊れるんですよね、よく止まるし。で当然我々はですね、それ分かってもらって買ってると思ってるんで、相手方も勉強して使ってくれればいいんですけど、なかなかそうはいかなくてですね、いつまでたってもサポートを許されるというんで、必然的にですね、我々のエンジニアたちが苦しんで苦しんで苦しんで、そういうサポートを続けてるんですよね。で売り逃げができないんで、ずっと捕まるんですね。で時々重大事故も起きます。解決に1年間要請できないんです。で通常で1回事故るとやっぱ数ヶ月かかります。その間エンジニアはずっと張り付きですよね。先週も長野の方で大きな事故がありましてですね、6ヶ月間ですね、エンジニアがちっちゃなタコ部屋に設置詰められてましてですね、お客さん返してくれないんですよね。もう本人はもうね、こういう爆弾仕掛けて俺はここで死ぬとか言い出すような状況になりましてですね、やっと先週帰ってきたんですけど、もう返さないんですよね、動くまでダメだとか言ってね、立ちの悪い態度だと言って怒られますけども、関係のないお客様なんですけどね、なかなかね、自分 の, 一緒にこう問題解決していかなきゃなかなかできないんですけどね。いや悪いのはお前たちだ、お前たちだ、お前たち動くと言って選んだから動かせと一点張りでやる方なんていらっしゃる。いや最先端の製品でバージョンがどんどん変わると、特にセキュリティ系の製品ってのはそれ常識なんですよって言って、いやそんなことはないと、こんなにお金出したのにね、しょっちゅう止まるなんてけしからんと。皆さんが、ね、高い車買ってね、しょっちゅう止まったら頭がきますよね。それに近いんですよね。でも高い車だけども最先端なんだけど、しかもバグもあるし故障もありますし、ネットワークがどんどん成長していきますから、どんどん変わった事象に対応していかなくならないんですよね。そのためにエンジニア技術力があるって言われてますけど、要するに我々は逃げるのが下手でよく捕まるということなんですよね。でエンジニアは成長に向かうとも必死になってやりますから、どうしても一流メーカーさんのところにレンジャーと比べると成長スピードが速い。でも最初からもう修羅場に飛び込みます。かわいそうですけどね。中にはちょっと変にならずも出てきますけどね、もうそれぐらいスピードがある仕事のやり方やってますので、エンジニアがよく育つという、まあ、育つのはいいんですけども、よく引き抜かれて困るんですけどね、まあ、別の悩みなんですけど、なんとかして給料も上げないとダメなんですけどね、まあまあ、そういうエンジニアがですね、まあ、おもちゃをいっぱい並べまして、我々の会社の規模にしたら結構贅沢なラボな、まあ、もちろん NTT の研究なんかのラボと比べると貧弱なもんですけども、まあ、我々の規模にしては結構贅沢な製品が並んで、過去の累計投資額は結構な金額になってます。だから我々結構こういった設備の焼却負担は結構大きくて、あそこにいる寺田君はですね、業界で一番設備投資額大きいとか言って怒られてるんですけどねそれから結構まあふんだんに投資されてます。まあ、銀行の方もですね、見に来られてラボを見せると、あ、こんなところに金かかってんですね、初めて分かってもらえるんですよね。それぐらい重たい点があります。ちょっとしたボードがなんか普通のなんかね、中古車の高級車ぐらいが出たりしますんで、数ヤングのケーブルボードを差していくんですけど、そういうのがいっぱい並んでるんですよね。それからあとお客さんですけども、
私どもは比較的強い業種というのは一番上と一番下のところですね。通信事業者さん、これ相手方プロなんですよね。で、通信事業者というと普通テレコム業界のことを指すんですけども、我々の社内的には、私自身はテレコムというと、例えば楽天さんみたいなのを我々とったプロなんですよね。ヤフーさんがもうあそこに入ってきます。で、彼らはプロですので、さっき言ったようなエンジニアを接近詰めするっていうようなことはしません分かってるから怖いのは真ん中にいらっしゃるお客さん、普通のエンタープライズのお客さん、いや、リチルの企業さんですね。こちらはね、お金は多分ふんだんに払ってるんだから、それをやるのであったものが困るというお客さんですね。で、一番下が公共のところですね。公共でもやっぱり時々うるさい方がいらっしゃって、接近攻めに来る人が来ますね。で、一番楽なのはやっぱ上なんです。一番あまり儲からないんですよ、プロだから。あんまりサービスを駅務の提供はあんまり要求しないんで、お金取れるところがなくて、ものっと終わるケースが多いんですよね。で、下の方に行くと、割と打ってですね、その後保守契約だとか、みたいなことで、引き続き仕事がもらえるんですけど、我々はエンタープライズのところは割と苦手でして、要するにエンタープライズの皆さん、IT 自身が、最近は違いますけど、自分たちのコアのコンペテンシーと考えてないんですよね。トヨタ自動車さんはトヨタを作るのが会社の本分である、車を作るのが会社の本分だし、ビール会社にとってはうまいビールを作るのが最大の彼らの関心ですよね。だからそういう方にとめると IT っていうのはただの便利にしか見えないというんで、意外と人も少ないんですよね。いらっしゃる情報システムの人間も少ないで、ちょっと言葉悪いですけど、そういう一般の企業さんにとっては IT 部門の方っていうのは控えの部門ですよね。いわゆる入社されてエリートコースの方々、歩く方はですね、 IT 部門の方が配属されることはほぼないんですね。で、我々が入った頃 IT 部門の方っては高い床上げした部屋で白いソックスを履いてスリッパを履いてペタ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 歩いてる人たちと、で、経営の中枢に一切関与しない人たちですよね。で、今でもこれの真ん中のところはほとんどが人事的にはそういう扱いを受けてますので、いわゆるプロモーションパスと言いますかね、IT 部門出身の方が社長になるという業者はないですよね。トヨタとか味の素とかビールマンスとか IT 出身の方が社長になるということはまずない。まあ昔若干チームは改善されて、今では CIO と呼ばれて、まあ、役員待遇するところが増えてきてますけど、今でも IT 部門の方というのは基本的に非課税部門ですね。人も少ない、優秀な人も配属してもらえないといったと思います。で、そこが実は一番儲かるんですよね、我々にとっては。ところが敷居の高い会社、なかなか横須賀の会社、何マザーズそんなところ取引できませんと。彼らが取引するのはもう一流企業ですね。 NEC、富士通、日立、IBM、HP、NTT データ、ね、新鉄ソリューション、もう決まってるんです。日本で10社ぐらいしかないんです、そういう一流会社。その10社ぐらいがその一部上場、二部上場会社も含めてです。全部彼らがやってるんですよね、延々と。ずっと続くかどうか知りませんけどね。まあ、いずれにしても彼らがずっとケアしてきたのはこの業界なんですよね。だから我々はそこで新日鉄爪金ソリューションさんと提携いたしました。我々が弱い部分で、今は新日鉄爪金ソリューションと一緒になって、そういう一流企業さんにお伺いをするようになります。新日鉄爪金さん、爪金ソリューションって名前がなかったらしいんで、 N ソロって呼んでるんですけど、もともと母体ははっきり言って新日鉄ですので、まあ、僕らが大学を卒業する頃は民間会社で日本で一番大きな会社だったんですよね。まあ、だからここにいらっしゃる方は新日鉄のある種のブランドイメージ浮かびますけど、若い人全然分かんないんですよ、新日鉄って言っても。だから今でも新日鉄の時代に入られた方がエルソルの幹部でほとんどいらっしゃるんですけど、まあすごい当然の人ばっかりですよね一流大学出て皆さん日本で一番大きな会社入られたという方のところなんです。そういうところですので、業界でもプレステージが高い会社ですよね。だからあんまり名前を挙げると良くないと、一流企業さんをクライアントにしてらっしゃって、そこで大きな仕事をされています。そこと資本提携させていただきました。で、これ我々に対して非常に大きなプラスになっております。これまた後で研究します。で、これが最後の特徴ですけども、もうこれ説明しました。我々売れば売るほどですね、翌年からの売り上げも期待できますので、基本的には積み上げ型のビジネスになっております。
重点項目ですけども、これも先ほどからも何度も繰り返していますけども、一番大きなところは真ん中辺に書いてますけど、セキュリティっていう部分ですね。我々はセキュリティの売上比率かなり高いです。でもなかなかセキュリティの会社ってあんまり認知されてないような気がしますね。ただ我々あまりこう、大っぴらに言えのお客さん結構多くてですね、名前を挙げると、あそこもやってるのか、あそこもやってるのかって言われそうな会社があるんですけど、まあ、だいたいマスコミで騒がれた会社さんはほとんど大体、暴れるクライアントでいらっしゃいますね。まあ、ご商売するときには、そういうことを暗示することも許さんって契約書になってますので、実際言えないという、残念です。あとはクラウドを先ほど説明しました。モバイルっていうのは、Wi-Fi のことです、我々にとっては。一番下がサービスといって大盛りで書いてますけど、まあ、来年ぐらいからまた新しいカテゴリー、このサービスの中に加えるつもりですけれども、まあ、来年から多分4つの部門でキーワードで運営することになりますけども、今年までは上の3つの言葉でキーワードで我々はいろいろ戦略を立てております。でクラウドっていうのはこの右側に並んでるずらーっと並んでますよね。あれがデータセンターの中になるんです。人なんかいやしませんよ、機械ばっかりだけど、それで人がいないで電気消してあるんです。真っ暗なんですよね。でね、風がすごいんです。風がブンブン吹いてるんですよね。午後いっぱいのオートマティのデータセンターに接近詰めにありましてですね、でうちエンジニアを3人ぐらい連れて行ったんですけども、僕はやることないですから、弁当買ってくるか水買ってくるしかないんですけど、その他は暇なんですね。夜もですね、まあ、暗いですから寝やすいんですけど、風が強くて眠れないんですね。ものすごい風ブワーッと吹いてましてね、人間って風当たると眠れないんですよね。ほんでデータセンターがぐるぐる歩いて段ボール一生懸命集めてきましてですね、で自分の周り段ボールで囲って寝てました。あんなに明るくないんですよ、もっと暗いんですよ。燃えてる機械だけですから。もちろん風ってのはクーラーのことですけど、そういうところに売ってるこれストレージですけども、ストレージとサーバーが合体したものです。まあ一番最先端のビルディングブロックと言いますけど、拡張が非常に良いな製品になっています。それからクラウドの2つ目は最近皆さんアマゾンとかフェイスブックとかグーグルとか、ね、それからマイクロソフトとか、まあ、名前をご存知だと思う。彼らはネットワークの機器で全然買わないんですよね。我々の製品は一切買わないんですよね。安い箱買ってきて自分でね、ただのソフトを作っちゃうんですよね。で困った人だけで、彼らが大きくなればなるほど我々の仕事なくなるんですけども、まあそれを実現しているのがソフトウェアの力で、ここに書いてある SDN と書いてますけども、オープンフローと書いてますけど、これはソフトウェアディファインドネットワークと言われている世界で、まあ言ってみれば箱は何でもいいと、ソフトもやったら何でもなるんだよという世界の一番典型的な製品。これをまあアマゾン以外に売るしかないんですよね。これをそういったところで売っています。まあエンタープライズも買いますし、それから公共の方々も買います。でもアマゾンもグーグルもフェイスブックもマイクロソフトももう買わないんですね。安い台湾製の箱を独自で作って、皆さんパソコンデスクトップ買うと多分5万6万払われますけど、彼らのパソコンってせいぜい100ドルですね。1枚ぐらいで作ったその箱をダーッと並べて、あんなのがさっきの絵になってまして、で彼らにとっては100ドルって我々にとって1枚ぐらいですから、壊れたら直さないんですよ、それじゃあんですよ。保守契約も入らないというとんでもない連中なんですよね。まあ、株式的な間ですけど、まあそれにきっかけを得たような製品がこのスイッチになっています。で次の製品、モバイルという、さっきはこれはWi-Fi ですね。例えば皆さんがご存知、こういうところに入ってます、ワイヤードカフェとかですね。で我々が入ってる無線 LAN のところが分かるとですね、多分皆さんは驚かれると思うほど快適です。で、2、3名前挙げて問題ないところ言いますと、日本で一番大きなホテルのチェーン店さんなんですけど、そこ行かれて無線 LAN やられると驚くほど快適です。町の喫茶店とちょっと違いますね。いろいろあるとか言っても、また無線 LAN でこうアンテナペッペッペッとこう見えてるんですけど、繋がらないケース多いですよね。普通の安いアンテナは2人とか3人とか入ってくるとか、大体
動きがダムだと言いますけど、私どものやってるあのアルバと書いてますけど、この製品はそれではあのそういう商用サービスに十分使えるものとして、ホテルさん、まああのもうこれはもう過去だったけども、例えばマンダリンホテルさんとかですね、皇居前のパレスホテルさんとか、それからさっき言った日本で一番大きなホテルチェーン店とか、そういうところは我々のアルバが入ってます。だから軽井沢行こうと芦ノ湖行こうとですね、あのきちんと入りますので安心とお使いいただきます。しかもセキュリティが強いという、あとはセキュリティ系はこれ製品が多すぎるんで、あの全部説明してるとあの大変なんで端折っていきますけども、いやあの要するにあのセキュリティの黎明期の頃ってあまり大した事故なかったんですよね。その悪いやつはですね、悪いやつが現れ出したのは大体2005年でインターネットが本当に普及した頃、あの2001年から2005年ぐらいのまだあの商用化されてない時代ですから、大学生が悪さしてるっていう時代だったんですね。2005年頃から、まあ、頭のいい中国人とか何とか始めてきてですね、悪いことしだした、まあ何でもかんでも中国人にされてますけど、それに輪をかけて最近下から2番目ですけども、圧倒的に優勢になってきたのがあの犯罪ですね。いわゆるあの国を攻撃するとか何とかいう金を盗むと、でその金額が実は把握できてなくて、あの日本でもあの今年でも30億円ぐらい皆さんのお金を取ったって言われてるんですけど、それは多分氷山の一角で多分もっと取られてるんじゃないですかね、うん、本人も気づかないと思います。で金銭とか経済的目的をしたですね攻撃が増えています。それが最近言われているサイバー攻撃と、まあ、サイバー攻撃ってなんか格外んでマスコミさん何でもサイバーって言ってますけど、実は全部が全部サイバーじゃなしに、本当の元々の定義のサイバーっていうのはあの、どこだと言うと APT って言うんですけども、アドバンスとパーシステントスレッドって言うんですけども、しつこいここと決めたらそこをずーっと詰めてくるやつですね。これが本来の定義のサイバー攻撃なんですね。ほとんどのサイバー攻撃はバーッとバイキンバラバイトで引っかかっていったやつをいじめるっていうのは、これは本当のあの競技でいうとサイバー攻撃じゃない。まず NHK さんみたいな分かるの一緒ですからね。サイバー攻撃ってアナウンサー言ってますけど、本当のサイバー攻撃を怖いのは目的を持って防衛省のあのデータが取りたいと思ってそこにずっと仕掛けてくるやつ、これが怖いんですね。これはほとんど国目的で、犯罪金銭目的の場合はそこまでやらないんですね。例えば三菱銀行さんなんか多分やられてると思いますね。ずーっとやられてると思いますね。まあしょうがないですよね。いずれにしてもそのサイバー攻撃が盛んになってきたこともあって、それから情報漏洩、あの誤ってメールを開けたら感染しちゃったと、その感染がグループ内に全部行っちゃった。それで、その感染したバイキンはですね、しばらく動かないで6ヶ月ぐらいじっと寝ておるんですよね。だから分からない、どこに潜んでるか分からないと、まあそういうことも含めて、でそれらは何が目的かというと情報搾取が目的が多いんですよね。で情報搾取であちこちマスコミに乗るもんですから、で最近一流企業のさっき言った真ん中のエンタープライズのところですね、大体今あの社長さん、情報システムを読んでうちは大丈夫かってこちらもするんですよね。はっきりどこも非常に危険な状態ですよ、はっきり言って、あのうちは大丈夫と言ってるとか、もう本当世界中一社もない、もう全企業全部の皆さんの個人のものもほとんどのバイオウイルスはもう入ってます。もうほとんどほぼ 100% の近くを汚染されています。だから社長さんが情報システムを寄り付けてうちは大丈夫かと、あそこの何とかいう会社はすごい漏洩してる、年金だって120件もその120万件もしてないうちは大丈夫かって、まあ、ダメに決まってますよ、ね、だからあのいわゆる投資に対しても寛容になってきます。経営者の方うちは大丈夫かっていうことで、前はその何のその方も買うと、去年買ったばかりじゃない、そのも買っていくら売り上がると思ってんだっていう、こういう質問があの経営者の方の発言ですよね。だからセキュリティ危険なんて言えば売り上が上がらないですからね、全然関係ないですから、守るだけのことですから、経営者というのはその売り上げの上がらんもの、利益に貢献しないものは基本的には投資しないんですよね。守るためです、保険ですというものだと、まあ、今時代変わってきて漏洩したら大変だということが分かってきて、逆に経営者の方から投資を促すような動きが一部あります。でセキュリティはこんな風に書いてますけど、アンチウイルス、我々 AV って言うんですけど、
IPS はね、インテリジョンプロテクションシステムといいましてね、不正侵入防止装置なんですね。でウェブフィルタリングは怪しい URL にはアクセスしてはいけません。日中社員が株価を見るなんてとんでもないとかですね、なんか出会いサイトにアクセスしてるとかとんでもないとか、うちの息子がなんか変なとこへアクセスしてるとか、これもおかしい。今このようなのがウェブフィルタリングですね。でウェブフィルタリングは一番最後に時間が余ったかと思ってちょっとお忘れでスライド入れてありますけど、また後で説明いたします。それからスパムフィルターは、これは皆さんたくさん受け取ってらっしゃいますよね。広告ですね。これ買いませんか、あれ買いませんか。で一時あのインターネットが黎明期の頃一番多かったメールはですね、あの西部更新剤ですよね。あれのメールがもう蔓延してましたね。すごかったですね。一日何十通もその西部更新剤が送られてきますよね。ああいうあのくだらんメールをスパムメールと言います。それを止める必要ですが、それアプリケーションコントロール、これは特定のアプリケーションを動かないにしなきゃダメだという人も出てくるんですよね。で例えばSalesforce.com なんかダメだっていう会社の中にもありますし、それからリンクドインなんて有名なサイトですね。これは再就職サイトですよね。そういうところもアクセスさせないという会社方針が立てられたと思いますので、場合によってはその辺止めちゃう。それは VPN はバーチャルプライベートネットワークといいまして、仮想専用専門家です。でファイアウォールは昔から防壁ですね。でいくつもの製品並べなきゃダメなんですけど、今回我々ずっと取り上げている製品はそれらが全部一緒になった一つの箱です。これ UTM と言います。ユニファイドスレッドマネジメント、統一された脅威対策装置というふうに訳したらいいと思うんですけども、そういうものがあります。このフォートネットは我々黎明期の頃から付き合ってまして、今 SM の企業なんです。でこれはさっき言いました、ね、II ですね。これはスレッドストップと言いまして、これは我々ちょっとお金出したんですけども、我々がちょっとお金出したら有名な投資家が続いてお金出してくれましたね。期待してるんですよ。その有名な投資家っていうのはGoogle のスタートアップ資金出した人なんですよね。だからもう株、まあそういうお金持ちですから株売ってないんですけど、計算したら彼の持ち株が5000億ありましたね。5000億かと。お金出したら多分20万ドルぐらいで出してないんですね。それは5000億円にかけてるという、そういう人がお金出してくれましたので、これももうすぐ化けてくるんじゃないかなと思って期待してます。でこれはいわゆるインフラペン情報を集めてくるため のタップといいますか、情報の収集装置ですね。これなんかちょっとね、会社がね次から次へ売られて立ってきますので、まあ、ちょっと将来どうなのかちょっと分からないですけどね。とても悪いですね。それから彼ニクさん、これはさっきのガートナーで左下にあったんだけどね、ここがインド人の会社です。天才エンジニアなんですけど、エンジニアの社長やると大体うまくいかないですね。ああいうことをこの間も会社がフィラデルフィアの方にあるんですけど、俺アメリカ行くからちょっと夜はって言ったら会えなかったんで、会って行ってやると早く社長を雇えって言いたかったんですけどね。エンジニアなんですよね。天才エンジニアなんですけども、やっぱマネジメントはちょっと違いますよね。それエグゼキューションするっていうところの能力が足らない。非常に製品がいいです。でこれは我々のサービスですね。サービスのセキュリティに対応、いわゆる監視サービスとか、ここの一番最高目立たないように即支援サービスと書いてますけど、これ結構重要でして、特に一流企業さんは必ず狙われてますから、で必ず、何回も一日やられてるんですよね。で必ずアラームが来るんですけど、そのアラームが来て、それを解析して、それをお客さんに対策方法を連絡するというのが即の対策サービスなんですね。それがだんだん増えてくると思います。あと数字が入ります。なんか事務局の方から時間延長してもよろしいということなんで、もうちょっと早くこれが昨年12月末のですね、営業成績として見ていただくと分かりますけど、営業利益は昨年よりも下回ってますけども、当期利益は上がってます。でこれを見て多分皆さんキーに思われるのは、売上高がですね、去年よりかなり伸びてるんですよね。
それにもかかわらず営業利益があまり伸びてない。為替が約原因が3分の1しております。それから我々の持っている製品はやっぱり一流企業に今どんどん入ってますので、大型案件が多かったんですよね。大型案件になるとですね、利益が薄くなっちゃうということがあって、結果としてはこういう営業利益は利益が伸びてない。もう一つ我々の子会社が足買ってくれました。我々は営業利益は昨年は単体では若干上回っておりますけども、連結をすると相当数値があります。でこれが予想ですけども、今年の予想とそれからこの6月発表した数値ですね。で6月発表しているのは4本線が引いてありますけど、皆様の方から見るネズミ色のところですね。これが昨年の6月、一番銘柄の黄色いやつが今年の6月です。ですから最近直近の6ヶ月見ていただきますと、売上高は昨年は14億9600万円に対して今年は19億4000万円いってますので、実に 30% 近い伸びを前半を示しました。営業利益の伸びたことは伸びたんですけども、売上が 30% 伸びたから利益も 30% 伸びてもいいんですけど、まあこれは営業利益が伸びたのね、すいません伸びてました。それと経常利益も昨年よりもかなり伸びて、当期利益が空いた数値になってますので、まあこんなに伸びてるのに、なんで業績修正見込み修正出さないのかっていう、掲示板に随分書き込みがあって、お叱りを受けてましたけど、6月時点で後半があまり自信がなかったんですよね。7月8月とかなり悪いんじゃないかと、反動が来るんじゃないかと思ってて、で後半まだ逃げるまではちょっとまだ業績修正しない方がいいなということで、業績 の、 予想は今変えておりません。まあ今のままの人はそんな悪い結果にならないと思うんですけど、当初計画がどれぐらい、当初の見込みからどれぐらい上振れするのか、または早々のところに行くのかっていうところはまだちょっと見えないところですね。あるアナリストに会ったら本当はもっと行くでしょうって言われたけど、我々2005年に上場してですね、連続何期かなずっと下方修正やったんですよね。でもうそれに懲りてまして、なんかやけどに懲りて生ソフトみたいな状態で、もう下方修正は入手したくないなっていう気持ちがありまして、どうしても慎重にまあやっております。でこれがバランスシートです。で後でグラフをお見せしますけど、有利収債はこんなふうに、順調に減ってまして、でこの6月末の第2四半期の終了のところでも発表しますけど、まあ、ほぼ無借金というところまで来ました。それから多分皆さんが一番ご関心のある利益剰余金のところですけども、一時はですね大きなマイナスになりまして、これがプラスになって配当がいつ始まるのかというところが皆さんの最大の関心だと思うんですけども、あれは連結の数値になってましてですね、子会社がまだでマイナスが大きいんで、結構大きな数値に見えてますけども、単体でいうと配当金は単体の成績から出しますので、かなり改善進んでます。急ピッチで会社が進んでて、もうほぼ射程距離に入ったというところまでやっときました。5年ぐらい前のこの説明会で、じゃあお宅には配当あと5年ぐらい期待できないかっていうご質問があったんですけど、で僕はその時はこんな高いもんかなと思ったんですけど、その方がいた後に5年かかっちゃいましたね。結構やっぱバランスシートが一回悪くなると、戻すのにやっぱ時間かかるなというのは今回の経験です、ね、申し訳ない5年かかっちゃいましたけど、すいませんと。でこれはさっき の事業部門別の売上の推移ですけども、ネットワークサービス事業はあんなふうに着実に右肩上がり上がってきてまして、先ほど言及したようにソックのサービス入れるとですね、これから膨らんでくるんですけども、また大きな右肩上がってきてます。
で、2004年、ちょうど10年前はですね、そういったサービスのレベルにって 12% しかなかったんですね。今 34% まで来てます。で、実はライセンスの売上もある種更新売上なんで、あのサービスとして分類してもいいんですけども、あの過去との整合性が取れませんので、ライセンス収入やソフトの売られる部分も実はこちらの水色の方に入れています。だからライセンスの収入入れるとですね、もうあの半分近くがですねサービス収入なんですね。ただあのライセンスの収入をあのその物品販売から切り離しちゃうと売上のあの計上基準がですね変わっちゃいますので、結構面倒くさいんですよね。あのだそれはまあやってないところなんですけど、一番嫌がってるのは事務局なんですけども、過去何年にもわたってあの全部決算やり直さなかったことありますので、ちょっとそれはもうできないなということで、ライセンスの売上はまた水色の入れたままです。で、この12月予想は先ほど言いましたけど、据え置きのままでいってます。今年はだから今のところ、30億を若干超したところに置いてますし、経常利益はあんなのに、経常利益去年悪かった理由の一つに子会社が強烈な足引っ張ったんですけども、子会社のイノコっていう会社がありまして 80% 我々がシェアを持ってるんですけども、ここがあの5連台の焼却で苦しんでまして、で毎年1億1500万円の焼却をずっとやってました。で去年の11月やっと終わったんですけど、去年まだあそこでその子会社の焼却費が入って利益がバッと落ちちゃってるんですよね。で今年からもうないんで、逆に言ったらものすごい利益が上がるのかなと思って期待したら、今年はまだ業績もないんですよね。だからトントンでいっちゃう。だから去年みたいに足引っ張ることはないですけども、貢献はまずしてくれないだろうなというふうにもうほぼ諦めてます。でまとめとしては、あの相変わらず歴史のところを生かしていきましょう。それは重点分野を決めて投資をしていく。多分来週から来年からもっと投資増やしていくつもりでいますけど、それはサービス事業を拡大すると。で、あの増収増益で当時純利益 36% あるとですね、今年の目標です。で、あの時間があと10秒から10分ぐらいいただいてますので、あとは雑談を通せるので、あの怖い話をちょっと。あの皆さん、あの Google で検索してほとんど世界中見えてると思ってらっしゃいますけど、実は皆さんが見てるのはネットワークのうちのほぼ1割ですね。9割は見えないんです。見えない世界は危ない世界なんですよね。それぐらいですね、そこにアクセスするのはちょっと難しいんですね、一般の方がね。まあ、実際はタダでダウンロードしたらすぐその辺に行けるんですけど、そこに行くと非常に危険なサイトがいっぱいあります。ちょっとそれを恐ろしいようなサイトがいっぱいありますですね。この DOR とか言いますけど、あのオニオンルーターって言うんですよ。まあ、皆さん今日帰ったら Google で DOR ってやったらパッと出てきますの で、 であの実際そこにアクセスできなくてもTOR のサイトの画面があって、画像のところをプチュッと押すと TOR のサイトの画像がダーッとさ貼り付けの写真出てきますけど、それ拡大すると 何言ってるか大体分かります。まあ、一番簡単なのは薬ですよね。いろんなお薬が売ってますよね。まあ、ヘロインからエヘインから、まあ、ESD からもありとあらゆる薬がもう簡単に手に入りますね。どうやってお金払うんでしょうね。お金じゃないですよ、ビットコインなんですよね。支払いはみんなビットコインでやります。だから銀行を返さないで、ね、足跡がつかないんですよね。手榴弾売ってますよ。手榴弾バズーガ砲売ってますよ。バズーガ砲ネットで。怖いですね。まあね、これはね、東京が一生懸命取り締まってあのサイトを潰しに行くんですけど、ついこの間まで来とったシルクロードというちょっと小さな写真になってますけど、大体頭にこう中国が入ってるんで、だったらどっか分かっちゃうんですけどね、どこの国かは。もう値段もちゃんと書いてましたよね。でもビットコインもお金で買えますしね、ビットコインお金で買えば、そのビットコインの支払いをすると、ピストルだろうと、機関銃だろうと、何だって買えますからね。で、そういうサイトがですね、実は Google で皆さんが検索してアクセスできる、
約10倍ぐらいあります。そういう世界があるんですよね。でこれでやると自分のアドレスをあえて知られることないんですよね。もともとは軍事目的で開発された技術なんですけども、匿名性を担保するという意味でそれが今悪用されてるんですよね。あのもっと上くらい写真があるんですけども、あんまりこう公衆の目を見せるような写真ちょっとはばかれますので、まあインターネットの世界はこんなふうに危険な世界と、もう壁一重で、そこの壁を乗り越えてこっちの明るい世界に来るんですよね。ですからセキュリティとかそのスレッド脅威というのはこれは永遠にやまないんですね。しかもずっといたちもで、しかしもうインターネットを見ると我々も生きていけないじゃないですか、この世の中で。絶対アマゾンとか楽天どれだけ買い物します、皆さんね。今時に僕あのビールは缶ビールや瓶ビールが好きですけど、瓶ビール酒で買ったことも一回もないですよね。スーパーでもあんな重いの持って帰りますかね。あのアマゾンで決まってますよね。瓶ビール一度ポンポンとやったらポンと届いてくれますからね。重たいものはもうスーパーで買わないと全部アマゾンで買っちゃうとかですね。でも中に安かったりしますからね、うん、だからあんなのものがネットで売られてきますので、あるその昔のコンピューターっていうのはうまい定義したんですけども、あのビジネスプロセストランスフォーメーションって言って、ってその仕事のやり方を変える。だから昔は銀行の窓口に行くと女性がいて、後ろになんか係長がいて、その後ろになんか部長がいて、なんか副支店長がいて、その後ろに支店長がいて、紙切ったましやってましたよね。今銀行行って何列並びますか。せいぜい2列か3列でしょ。でもう誰も管理職でいないでしょ。あれは全部コンピューターですよね。あれをビジネスプロセストランスフォーメーションって言うんですね。ところがネットワークはね、もっとね怖いんですよ。ネットワークの影響っていうのは街の中にシャッター通りっていっぱいありますけど、シャッター通りを促進してるのはネットですよね。だって小売業は全くダメになっていくんですね。どん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 どうしようもないですね。でこれを称してビジネスモデルトランスフォーメーションといって、ビジネスモデルが大きく変わるんだということなんですね。そういう意味では先ほどエンタープライズのところで我々が最も増えてるお客さんですね。その方々のトップの方々が今ようやくお気づきになってますよね。車は走る道具ですかと、違うでしょと、車自体は IT 端末じゃないのということなんですよね。今もすごいですよね。 GPS はついてるわ、電話はついてるわ、もうすぐあの皆さんにつけてるナビなんかもですね、新しい道路工事が完成したらもうすぐ反映されますよ。今もなんか新しい CD 買ってきてね、パナソニックなんか1枚払ってるバカやってるなと思って買ってるんですけども、あのもう Google があれば多分タダで飛んできますから、誰も金払わないんですよ。そんなにあらゆるとあらゆるものがですね、業態が変わっていきます。で流通経路も変わりますし、農業も変わりますよきっとね。農業も昔とあらゆる仕方で農家の方々が仕事したいんですよね。でももうそんな必要性ないんです、農作物を作るのに。相手の力を使えば農業はカラッと変わっていくんですよね。だから今までの仕事のやり方、今まで自分たちが作ってきたビジネスモデルのやり方がそのまま踏襲することを許さないのはネットワークのテクノロジーだと思います。 IT ですね。で今僕らの業界で入ることは IoT ってこともあります。インターネットオブティングスって言って、何でも端末なんです。何でも端末になります。もうありとあらゆるセンサー、カメラ、そこら辺から情報を集めてきて、全てをほとんどタダでそれが提供されてくるという、とんでもない世界が出てくるんですよね。で IoT になるとまた世の中がコロッと変わってきますね。といったところで、あの大体お話を進めたいんですけども、よろしいですか。ありがとうございました。それではここで質疑応答の時間を取りたいと思います。